はい、どうもロシアです。今回、ブログの方で入れましたバイオハザード6のクリス編の実況を撮影していきたいと思います。ムービーのところはちょっといろいろな問題ありましたので飛ばしましたが、今後はちゃんと入れていきますので、まあ、前回 Xbox 版の方動画上げましたが、今回は、個人ではなく、ちょっと待って、抹茶どこいた、この通り2人でなんかさ、縛りあんのこれ、なんかなし。で、まあ、抹茶くんとあのカップマブとか、まあ、数少ないけど動画上げてまして、てか思ったんだけどさ、これさ、宣伝ファイあるん、なしになってるかな、わかんない。ちょっと待って、俺そうだ、思い出した、マッ無限にしてる、なんだ表が、ああ俺が無限を有限にした、そうだ、あれ待った、操作忘れたぞ、やばい、残しといてよかった、弾強いか悩んでたんだよな、これやばいやばい、操作忘れた、てかさ、もう有限の時点で縛りあるじゃねえかよ。普通初見でやったらみんなこうなるでしょ。あ、そうだ、罰連打じゃねえ、クラセフのくせで罰を連打していた。お、はい、前回のクルー障害動画で新しく人も入ってきましたので、ありがとうございます、前回の方々。誰だか分からない、さっきお前に LINE で送ったやつだよ。で、こう、なんて呼べばいい、抹茶だっけ、うん、なんで忘れてんださあ、今回、宣言します。失踪します、このシリーズは。パート3で失踪します。うん、あ、しれー。あ、違う、あー。ムービー飛ばした意味がわからねえ。ムービー入れると容量すげえくんだよ。しかも、序盤のむちゃくちゃ容量くんだ、昔でいいから。本編気になって見た人とかかわいそうだな。大丈夫、うちの動画に本編を見に来るやつはいいね。終わった、ズボンを揃えるな。あれ、これ、ビレイト限られてんの、なにビレイト限られてんの、これさあ、お前、うち主だよな、なんでわかんねんだ。うちの動画のスタイルを見ればわかる、 YouTube のチャンネル。最近の動画も全部地球防衛軍とグラゼフとボンバーマンだけだろ。あ、あとマイクラ、ついでに今後プレイヤーなんですけど、抹茶くん以外にもとりあえずログインしてる人をランダムで招待したりしてやっていきますんで、 VC さえあれば誰でも入っていただいてもらって、これ2人しかできねえよ、できる、だからお前がいないとちょっと最初に言ったろ、言ってなかったかな。まあ、というわけなんで、意味がよくわかんないんだけど、いや、要するに俺以外、お前以外に誰か適当に人呼んでやるって言ってんの、ランダムでログインしてる人。何、続きのストーリーとかってこと、そうそうそう、そういうことね、視聴者一体型ってな、わかんな、で、いつと俺がバイオ6やることめったないけど、アオル、おい、クリスが切れたぞ今。お前切れるの知ってるだろ、こっちも反応できるんだけどね。おい、ちょっと、やばい、R にもしてしまう癖で。あ、うわ、イチャついてんじゃねえよ、クイックショットの仕方はまだ忘れていた。やばい、やりにくい、いいこと思いついた。あ、どうした、服脱ぐの、脱がせられんの、それは面白いな。え、何お前脱がしたいの、逆に言うけど、キモ。さて、これいろいろ移動するか。フレンドファイヤーオンにして手榴弾持ってくれよかった。フレンドファイヤーオンにしたら撃ち抜くわ、そしたら。ね、早く行け。もうはっきり言って、グレンドファイヤーオンだったらまずダメージ食らうよ、グレンドオンじゃなくても。確か。手榴弾だったら確か殺した気がする。投げていいんじゃあ、筋肉入れて。投げてもいいけど。あの、さっさと動いてくれる。ただでさえ、バイオ長いんだから、あんま夜を使いたくねえんだよ。あ、R2 か回復。やばいっす。癖がいいってあるや。
書いてあるじゃねえか。勝ったろボタンが。いや知らねえや、Xbox 巻いてねえ俺。やったろ俺んちで、あの鶏の大将と。今は泣き分かる人の方が少ない気がするけど。やいや俺そもそも同じだった気がわかんないけど。打つ場所が逆だった気がする。アーリスとアーズで打つ場所が逆だった記憶しかねえよ。いや L にも反対だよ。しかも俺グラセフが Xbox 上がりだから。何 LG やってただろ。俺もともと Xbox だから L に R になんだよ。押すのが必然的にやりにくい。ついて押し構えが L にって余計やりにくくねえか。 R には射撃は R には分かるけど、だからトリガーに限るっていう意味でそういう意味で柔らかい場所してんじゃねえか。Can the chatter? Ready? ああもうクリスのストーリーとか残念なのしか覚えてないわ。あいつどっから銃出した。ほら辛い。脳筋の力を知るがいい。ゴリスの力を。ゴリスは一体いつからゴリスになったんでしょう。あれあれ何スキルねえんだ。つけてなかったか。持ってないのか。いや、なんだ。俺レオンとジェイクでスタミナのスキルと接近戦のスキルつけといた。もうはけんけどスキル設定ここでできるからね。あ、マジで。ちょっと待って、どこでできんの。ちょっと待って、俺のキャラほぐっといて。あ、ほんとだ。こっちはぐるぐる移動してるから。コンバットゲージアップ。あ、痛い、当たった。ちょっとコロコロしないで。バトルアタック、コンバットアタック、あ、そうだ、これだ。いった。おい、ちゃんとほぐっとけってよ、痛えな。いや、だからグリグリ転がってみたら言ってなかったか。全く使えねえやつだな。こっちはコロコロしてるどころじゃねえのに。次にバイオシックスはもう、かれこれ、1年近くやってねえか。もっとやってねえか。1年近く。だってお前と最後にやったのが最後だから1年近くじゃねえ。ああ、1年って言ったね。1000回近くって聞こえたよ、今。はぁと思った。いや、その頃バイオあったっけか。あれやばい。覚えてないぞ、まぁ。お前1年前って、これ1年前のソフトだと思ってる。はい？はい。いや、最後にやったのが。いや、どれぐらいだろうね。最後にやったのが。約1年ぐらい。もうちょっとか。1年と2、3ヶ月ぐらい。もう Xbox 壊れたしな。あ、壊れたつか、よくねえしな。コントローラーがねえんだよ、電池が。買えよ。やだよ。もしかして充電しろよ。うん、あ、充電式の電池は全部失踪した。じゃあ買えよ。いや、別に買わなくたって今プレスリーばっかだし、Xbox のゲームは全部よ。やることねえんだよ。なんで？全部とプラチナ取れてる。おー、脳筋万歳。まあ俺脳筋嫌いだけど、いや筋肉嫌いだ。うわー、囲まれたー。やったー、やられるー。わー、何人もやられるー。ぐる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 。皆さん、あのコメント欄に抹茶うざいというコメントがありましたらどんどん外していきますね。うわー、こいつらも脳筋だな。これ全然脳筋に見えないんだか。もうなんでこいつら殴ったりするの、この筋肉で。わー、なんで？おい、大丈夫か？ちょっと待って、なんで俺の後ろが爆発した？私にやる。そう、だって投げてるやついたじゃん。お前か、お前なのか。違うわ。俺持ってねえよ、手榴弾。皆さん、抹茶が裏切りました。抹茶が俺を殺そうとしています。あのさ、もったいなくて投げらんない、お前なんかに。それはさすがに、つかあそこに投げる場所ないだろ。もう懐かしい。どう、投げる場所が違うだろ。どう、元気だった？元気そうだね、そんな腕振り回して。ほら、脳筋大好き。まあ好きじゃねえけど、接近戦は大好き。ちょっと奥でここに伏せてるこの子どうします。この子どれ。この子奥で動いてないやつが一人。さっき殴ったよ俺。こいつが動いてるんだよ。怪我してるだろうか、治療しといて。全く手榴弾投げて殺すぞって。てか誰も知るような投げてないし、敵じゃねえの。敵でしょうね、多分。もしくはお前。てかな、てかさ、味方殺さに殴るかもったいな。有限なのに知るな。有限だね、なんかわかんないけど、初めてさっき4個あった。なんでだろう。なんでだろう。ん？だからクリスはもともと持ってるから1個拾ったんじゃね。
どうだろう、覚えてない、拾ったアイテムも覚えてないとは、どんだけ記憶力ねえんだよ。いや、そもそもいつも通り連打スタイルやってますよ。ほらマジ今回のバイオの最優秀は強すぎる。バイオも強いから、超爽快、まあ、爽快ではない。ファイブか、まあ、ファイブ面白かったけどさ、ファイブが一番好き。あ、でもフォーも捨てがたいな。うわ、なんだこれ、フォーやトマト、フォー全然クリアしてないやん。フォーだって俺このアカウントでやってねえもん。そうや、このアカウントだよ。じゃあ 黒のプレスリーが治ったんだよ。やっとログインできるようになった。そうなん、これ感動だね。じゃあ見てみたいよ、黒のプレスリー。もうだってお前が俺作ったで最初にやったの黒じゃなかったっけ。本体見たことないし、まずこの黒のプレスリー本体見たことないし。お前寝床入ったことないんだっけ。寝床か、寝床、寝床いいよ、入るんだ入るんだってめっちゃ言ってんじゃねえか。あ、そうだ、抹茶立ち入り禁止令が出てたんだ。じゃあ今度見せてやろう。ただ中にあるゲーム勝手にやんなよ。てかつけんなよ。あのさ、人んちでさ、人んちのゲーム勝手につけるバカはどこのバカだ。S、うちの クラスの S。そんな非常識になって記憶はないよな。うちのクラスにいる S はそうだよ。なるほど、バカしかいないのか。MS で、ね、MS くんね、MS くん。MS？ MS。あ、誰だかあれじゃ分かったけどさ。通称先生って呼ばれてる。若い人少ないぞ、それ。あ、あいつも動画も上がってる。あいつね、俺ん家来て今俺の部屋1階にパソコン置いとくめんどいから1階に持ってきたんだよ、喉パソコンだけ。あいつ勝手に覗いてたかった。画像フォルダあさってた。覗り込んでただったら分かるけど、あさずまちょっとあれだよ、確かに。てかあいつの性格上人見てるからな、あいつ。多分それだな。俺がパスワードかけてないのよく知ってる。いや、それは多分みんなわかると思う。まあ、こいつ絶対にいいなとなるわ。きれいきれい。きれいじゃない。きれいじゃない。血で汚い。ああ、バイオゼロ。あ、違う、バイオ1の1で早くやりてえわ。レベッカがリターンするかも、マジ感動やわ。おー。バイオ1ね、謎解きできるん？できるよ、1は3年だよ。でも俺は2推しだからな。覚えてるんちゃんと。覚えてる割と。でも1ってさ、すごい荒かった覚えがあるんだよね、ドットが。背景とか見にくかったししかねえわ。ゴツン。お疲れ様でーす。あ、ミスった。ふみふみ。うん、なんかこの敵がうちの毒になってきたわ。あ、トロフィア、あ、じゃあエンブレムガールだしろ。あ、スナイパーあるやつですか。スナイパーある、そっち。スナイパーなくても当たると思うけど、まああるよ。撃っといて。あ、俺が撃つんじゃ意味ない。いや、別に撃たなくてもいいけど、あ、まあいいや。エンブレムでもそんな意味ねえじゃん、今回。なんで？あ、いて、やべえ。あ、そうだな。構えてるとき、これ罰を阻止せんな。懐かしいこのアクション。超懐かしい。なんで押せって。やばい、グラセフが抜けない。そう、なんか、あれだよね、ガイウスと俺がやったとき、ゴリスの大ジャンプとか言って、あの、バーサスでひたすらジャンプしてたよね。え、ガイウスさん、本当にやったんですか？いや、俺とお前とガイスやったとき、俺がさ、本当にやりましたか。あの本人は記憶はないそうです。そんな記憶は、俺がゴリスで、あのターチーだっけか。いや、だから今本人はそんな記憶はないと言ってますが、本当ですか。あのウス君がいるわけないやん。いないと本人いつサッカー決した。あ、ごめん、あのそういうお茶番に付き合う余裕ないね今。ウス君、動画回答を言ってください。
ごめん、聞こえない。なんでやねん、食べれよ。全く聞こえません。食べれよ、お前。ま、じゃあ、なんなら今すぐここで写真撮って、LINE で送っても構わんけど。ああ、別にどうでもいい、興味ない。おっと。なるほど、俺、それが本当だと。なるほど、本当だったら怖いのか。いや、ならば本当に送ってやろうか。だって、ガイウス君あの時、全員がクリスやって、俺とガイウス君がスカイプでやってた時よ。あ、死んじゃった。という茶番です、これは。お気になさらず。これは、ね。あるあるだよ。本当に見えるな。なんなら俺がパソコンでスカイプ立てようか、部屋。ん？だから、だから別にこれ買いませんだからいいね。ここに3人揃ってるわけだ。全く聞こえません。ジネウス君は、現在、今のところはアップはしませんが、個人的、まあ、仲良くしてるっちゃしてるかなぐらいの筆で、オフ触れ的な何かです。いや、この、アップしてねえのかよ。しとけよ、そこは人。ね、YouTube のチャンネルはね、個人的に作ったやつだったんだけど、今はフレンド用になってきたから、あげてなかったんだよ。おー。何がフレンド用やん。じゃあ、真面目にプレイしてみるか。じゃあ、俺、真面目に遊んでよ。うわー、ガダ気持ち悪い。こっちみんな。こっちみんなってば。おすげえ、上半身が頭。おお、みんな飛んでるな。じゃあ俺エンブレムですか。見て見て、あいつ頭に血のぼるぞ。あいつ、ほら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 。ごめん、エンブレム打ってて見えなかった。お前ちょっと大丈夫、大丈夫、超腹ぶってる。さて、あ、どういうこと。いや、こいつ、この飛んでるやつら超これ頭に血のぼるしよ。明らか血のぼるしよ。いや、もうこれは頭じゃなくなっているんだろうな。では何、上の方ガみたいなの本体ってことか。じゃあこれないの、この下のこれなんだこれ。うわ、ちょっとまた胸に抱きつくな。もともと抱き合う趣味やね。本当にあるわけないだろうね、お前と違う。いつ BL になったらそんな共感ないぞ。え、嘘。G 君とやってなかったっけ。誰だ G 君って。え、わかんない。二人しかいないで G っつったら、俺が G って呼ぶやつ。誰かいたっけ。二人しかいないやん。いや、マジでわからんぞ。おー、こう見ると本当ゴリスの筋力半端ねえ。たくましいな、この腕。じゃあ痛い、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 頑張れ。頑張れ。頑張れ。やべえやべえやべえ、やばい、これ死ぬぞ、下手すると。痛い痛い痛い。みんな猿の綱渡りだよ。いや、ゴリラの綱渡りだよ。見てらっしゃい、見てらっしゃい。寄っては来なくていいよ。むしろ離れてって。痛い痛い、やばいぞ。今ライフ2つ持ってかれたぞ。3つ持ってかれた。やばい、これ死ぬ。あ、でも反転だ。おお、ギリ来れた。オッケー。ちょっと痛いな。お前ゴリラは動物だからな。愛護団体に訴えられるぞ。アップしたら URL 貼っといた方がいい。いや、ないんじゃね、別に。てか、見る人はちゃんと見るでしょ。いやいや、は、え、何の話してる君。 LINE URL 貼るって意味言ったんだけど、 Twitter とかダイレクトメール。いや、いらないんじゃね。そうか、あれチャンネル知ってるんだよな。あ、出るけど。じゃあそっちの方であげるよ。痛っ、お前。ちょっと考え事してる時みたいですね。まったく、この筋肉でよくこのジャンプできる。このたくましい二の腕。あ、お前二の腕解除してるの何すんねん。苦戦してるようだな。このね、腹筋見えねえな。こっちはもう攻めそばたれ。こっち今筋肉干渉してる。この腕またいる。まったく筋肉干渉すらさせてくれないのか、お前らは。まあ詳しくは動画を見ましょう。クリスの腕ほんとやべえな。
なんか5よりもなんかゴリスクが減ってる気がする。このプレス減ってない筋肉減ってないけど、5の最後クリスやばかったよね。シェバ助けるし、あの何したぜお前、お前何したぜ、あの岩下それ殴るシーンあるじゃん。あああのシーンマジさゴリラだよな。あやべやべ、ごめん助けいけないわそれ。無理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 、これを助け、これでいけねえだろ。だってガチでさゴリラだよね。あれはゴリラではないと思うが、だって丸岩はさ、あの全力で殴る人いたらさやばいだろ。いや通称はね MKO って呼ばれてるから、あの男は意味まるで気違いのおっさん、略して MKO。 気違いっつうか、もう普通の人はあんなことしないけど、正常の判断がない。だってさ、いや弾を接着しようと思えばできるんだよきっと。マジで、あの岩を、あれ一本間違えたらシェバ死ぬぞ。一歩どころか確実に死ぬぞ。いやお前、いやー分かんない、あれ人でも大丈夫だしも、相棒ってのはそれ覚悟だから。あー5の追加ストーリーでもやろうかな。短いしあれならパート2ぐらいか、上手だけで終わるだろうし。パート1で十分な気がするが、あのジルの方をやりたい。あのさ、スジあれさ、セーブできないからパート1で済まさないといけない。いや上下にするっていう手段、ノーセーブ。何上下ノーセーブでいい感じのところで止めるみたいな。あー上下、あーそれだったらまあいいかしんねんけど。あーあーバイバイ、怒った。何だハードリやって。あ、それこのボイチャのマイクの前に行ってくれよ。じゃあ、あ、なんだ、ね、皆さん、俺の声が若干枯れてるな。喉が荒れてるからなんであまりお気になさらずに。いつ枯れた、今日の昼間枯れた。何が起きた、お仕事で、ついさっき東京からリターンした場合ですよ。東京いつ行ったんだか、約十数時間前に朝の始発で、正直言うと乗り物酔いが激しいんだよ最近。朝バスで酔うとは思わなかった。バス酔い、いや俺もね車で酔うと初めて言うと。あれここじゃなかったっけ。ダメッ、We've been spotted. You're right on top of us. Yeah. Dedede. Ah, これメタルギアだ。Hey, Mike. でも少しでもそう聞こえたなら自衛隊行こう。Alpha team surrounded by hostiles. Get to the eighth stage on the double. Okay. Alpha team, this is Bravo.何で本当に通り方で言ってんだよ。でもバイクの前でよそれ。本当。そうか。シックスはジェイクだとバイクがあるんだった。バイクだけ動画にしたいな。いやだね。ジェイクもそういや脳筋じゃねえかよ最後。今思い出したけどあいつも結構。なんで壊れたの言って。いやあいつ脳筋だろ明らか。ウスタルクス最後怠慢だぞあいつ素手で、あいつ何者だよお前。脳筋肉だな。いや脳みそ筋肉だろ。だって普通さ、あれだって あそこ銃ないかん時、あれこの時あいつは普通に銃じゃないんだよ。あれって銃なかったっけあん時。ねえないんだっけか。あうん、ごめんもう覚えてない。Where the hell's that patch? いやもう全然いろんなゲームやってるから普通に忘れるわ。
そうそう、こんな機能もあったな。今日のご飯はゾンビの丸焼き。うまくなさそうだな。やったー、助けが来たぞ。マッチャどうしよう、キチガイになったか。不協和音が出てるぞ、お前とのが。いやもう謎のカタカタだっていう謎の気。あー、なんつー、言いないことがよくわからない。マイクをすげー叩いてるような音がしてる。あ、マイク、カタ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 ってすげー言ってた。あれ、ついてるんだけど、マイク。なんかお前接続が悪いんじゃねえ。有線マイク、無線マイク。有線にしたら音がすげえ悪いぞ。いやあ、そんなことはないと思うけど。いや悪い悪い。動画を、俺の動画はまた来た。まあ動画参照だよ。そうか。まあ、いつものような声で喋ってねえかんな。大丈夫、いつものような声で喋ったら、ね、もう消しとくから。アップしねえもん。いや、じゃあ、いつものテンションになるから。じゃあ。まあ、いつもテンションになったら俺が何言ってるか分かんなくなると思うけど。どうしよう、ここでパートを終わりにするか。アスラン、ちょっと待って、うん、終わりでしょ、一回。というわけで、次だったらいいかしらねえけど。6のクリス編、パート1。これにて終了します。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。